ガンボさんの皆様、20周年おめでとうございます。
スポーツ界の仲間としてこれからも一生懸命スポーツ界を盛り上げていきましょう。頑張れ、頑張ろうさ、頑張ろうさ、皆さん、おめでとうございます。おめでとうございます。川崎パーサーの清水文太です。いつも熱い戦いをご覧しております。我々川崎パーサーの枚方市を本拠地し活動しております。10月16日から開幕戦を迎え、我々川崎パーサーの発展を明るく激しく伝えたいと思います。スポーツの仲間として一緒に大阪のスポーツを盛り上げていきましょう。頑張れ、頑張る大阪。あけぬけの疾風の塔の青い
株式会社スイカシー
背番号34岡野浩二、背番号50岡村大八、背番号44小野
号33ドーグラス・オルベイラ、背番号45中島大会、背番号48ジェイ・オルベイラ、ダンプ・ベトロビッチ。Yeah!
レンジ広島バサスセレッソ大阪でにて本日の副審を務める西橋勲さんが J1 通算100試合を達成されました。ご覧の会員番号の紹介
ここでクラブ創立3周年記念マッチ、ご覧の皆さんによるハーフタイムショーです。ご覧の皆さん、よろしくお願いします。こんばんは、ドラゴです。どうも、今日はガンバ大阪のためにやってきました。ありがとう。ガンバ30周年僕たちの大悟はですね、今年45周年を迎えております。ありがとう。ガンバがですね、50周年も100周年も200周年も迎えられるように今日はお祝いにやってきました。よろしくお願いします。メンバー紹介をします。拍手くださいね。そして、アウトベース、スティーブ・フォックス。よいよ、ワンワン。どうも、そしてもう一人ですね、ギターの浅野匠が亡くなってしまったんですけども、今日は、浅野が亡くなってから初めてのステージなんで、彼をコールさせてください。よろしくお願いします。これからも突き進んでいくために、ガンバ大阪のサポーターの皆さんのために、ガンバ大阪のために、銀河鉄道39を歌います。お願いします。